ちょっと待った。あー、いる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 。これ全部リンパのつまりです。ここぷくって膨れてるでしょ。ってことは、ここにゴミが溜まってるから。あーあー、ちょっとできるようになってる。ハリケーデンからこんにちは、美容ハリキュンのフィルです。あ、ありがとうございます、はい、ハッシュタグになってましたけど橋の愛先生です。よろしくお願いします。こんなになってましたけど、ね、ありがとうございます。今日はですね、神戸にやってまいりました。ありがとうございます、神戸まで。はい、愛先生今ね、もうむっちゃブワーって大活躍中ですけども、ちょっとですね、僕の勉強会にも来てくださった時期がありまして、はいはい、お世話になりました。一応そこの部分では、まあ、弟子的な要素があるんですけども、今やもう師匠越えです、天城越えでブワーって向こうは行っちゃいましたね。もうね、瀬戸内海越えてね、もう徳島の方に行っちゃうぐらいな感じですけどもね、神戸すごいですね、ここ。すごいですよ、もうね、もうディズニーランドが見えますよねでもね、やっぱ神戸海と山見えるから、そこはすごい私も気に入ってます。やっぱりハーバービューは横浜似てますね。あーね、似てますよね、同じ元町っていう名前もね、ちょっと感動しました。で、今回はうちの娘がアンパンマンミュージアムに行きたいということで、名古屋、福岡、まあ、地元横浜、そしてやっと神戸にやってまいりました。でも今娘は今外で遊んでます、はい、昨日ももうね、抱っこって言うんですよね。うちの下の娘は抱っこをするとギャン泣きするので、はい、昨日見ましたその現場を、はい、で長女がトトは抱くと、トトが抱っこするとギャン泣きするからダメだって言って、そしたらいいんで。でも最近ママ取られてるね、次女の方がね、はい、一応人生最大のモテ期です今。あーってキュッてやってくる女子はもう一人しかいないですね。あ、そうなんですね。娘だけです。もう神様も朝ハグしようって言って、はいどうぞっておはようボチューって言って、あーって言ってアホな話ばっかりしてますけども、はいはい、愛先生すごいですね。もう何年目なんですか。9年かな。9年、はい、もうすぐ10年です。小学校からやってんの。そんなわけない。だって今21人です。そうなんですよ。詐欺ですね、はい、これ、はい、もう30になったの。はい、なりました。すごいですね、見えないですよね。なんかいろんなもの吹いてます、キラキラ。でも上田先生出会った時は、私本当21人ぐらいで、上田先生もう30代本当最後だった。30、もう死んだみたいじゃないですか30代最後って今日はなんか生き返ってください。首とか腕とも抱っこしてるのね、やっぱいいんですけど、ちょっと、まあ、この前触れは良くないですよね。基本的に僕痛いのは苦手なんで。あ、そうなんですか。柔らかく、柔らかくやっていただいて。痛いの苦手なんですね。楽しみです。無理が怖いですけど、早速行ってみたいと思います。はい。じゃあ、ゴー。じゃあ上田先生、右腕グーッと上げれるとこまで。動き悪い。悪い。いや悪いですよ、めっちゃ。今ちょっと、あ、だだだ、もうちょっとそんな頑張らなくて大丈夫です。結構自信ありますよ。はい、じゃあ左もゆっくり上げてってください。あ、こっちの方がいいね。あ、本当ですね。こうやると、はい、こっちつかないの。あ、本当ですね、こっちじゃさすが。はい、あ、だだだつかないの、こっちね。ほんまですね。でも昨日子供こうずっと抱っこしてたんですよ。はい、抱っこ疲れですね。いや、それもあるかもしれない。ここに20キロが座ってずっと移動してたんで。20キロもあるんですか。多分20って言ってました、体重計乗りながら。じゃあ上田先生、あとこういう感じでぐるぐるぐるっとゆっくり回してもらっていいですか。セクシーポーズですかどうやんの。ちょっと全然この動きのチェック俺したことないから分かんない。本当に本当にこうやって本当に真剣にやってください。でこれ何の、これこうやってやるんですか。はい、なんかおかしくない俺。おかしい。で、そのまま後ろにギューッと下ろしてってもらっていいですか。どう下ろすんですか。こうやって、こうやって。あ、こうやってこう、あ、開かない。全然開きませんね。はい、そのまま下に。この動きしたことないな。あ、ちょっと。あ、やばいですよ。ちょ、もう一回やってもらっていいですか。こうやって。いや、もう可愛いですね。これができないって結構やばいですね、上田先生。いや、なんか違うものになってる絶対動き、はい、違うと反対向きもぐるぐるぐるガムシじゃないですか全く絡んでくれない。あ、ちょっとたうわー、はい、OK です。いたいたいた、なんかいろんなとこ痛いですけど OK、ね、です、ありがとうございます。全く絡んでくれない
上田先生、あと最後背中ギューっと。わあ、うん。でこれね、こことここってくっつくんですか。ああ、ちょっと待って、ここ刺さってなんか。ああ。OK です。こんなこと使わないから普段こういう動きは。OK です。ありがとうございます。いや大丈夫で大丈夫です。あれだけ頑張れたんでここは大丈夫です。これだけにしといてもらいたいんですけど、ちょっと待って。はい、発見。ここゴミね。ちょっと待った。あー、いる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 。これ全部リンパの詰まりです。あー、ほら見てください、これプチ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 。いかんいかんいかん。これゴミゴミゴミ。いかんやつや、それ。先生、これ何ですか。っていうかもう、なんでそんな目を見開いてるんですか。これ先生、これ何。そこナイフで切っちゃダメだって。それ、これちょっと見てもらっていいですか。私が寝てちょっと動かすじゃないですか。そしたらほらプチ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 ってこれかかるの分かるかな。いちいちね、ほら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 。これ何ですか。ゴミです。ゴミ、毒毒。もうひでえ割れようじゃないですか。先生の体に溜まってる毒。もういつもコメントに書かれるんですね。治療科がこんなボロボロでどうするんですか。かわいそう。でも治療科の人って本当に人にこう奉仕して与える方が多いんで、結構自分のメンテナンスは全吹きはしないんだよね。後回しになっちゃうんですよね。いかん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 。これもう腕取れちゃったんですね。ああ、ちょっと待って、ここすごいわ。うわ、ほら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 、大胸筋が取れた。はい、はいはい、力抜いてください。あ、絶対やばいやつだ。はい、発見。いねねねねねねね、あー、はい、発見。これあれでしょ、小学校の時やったやつだよ。これ雑巾絞りってやつでしょ。絞ってないから。雑巾絞りですよ。絞ってないから。これ先生すごいですよ。何や、雑巾絞り。ここでもあれでしょ、ゴミが出てるでしょ。でもね、これ見てもらっていいですか。ここ、こんな気に見えません。そんなに柔らかくないで。だってね、ここぷくって膨れてるでしょ。ってことは、ここにね、ゴミが溜まってるから。それはね、ゴミだらけです。でもね、溜まってなかったらこんなことならないです。いれいれいれ、あっ、ここちょっと待って、ここ溜まって上出せて、ちょっと落ちないでくださいね。落ちそう。あー、腕上がります。はい、ゆっくり上げて。あ、OK です。はい、力抜いて。あー、これいか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 。はい、力抜いて、力抜いて。ふー、絶対いかんやつ。ふー、あー、はいはい、力抜いて、力抜いて。はいはい、楽にしてもらっていいですか。この先、先が重い。ビビってんのよ。硬すぎて。はいはい、これ以上開かないですか。はいはいはい、開いてもらっていいですか。あー、めっちゃ硬い。硬くめっちゃ硬い。いきまーす。いかない方がいいと思う。このね、エキカリンパとか肩こりとか、やっぱ腕痩せなくて、エキカリンパはやめといた方がいいと思う。そういう、場所になるから。はい、上田先生、はい、あー、力抜いて。はい、ふー、あー、あー、ふー、力抜いて。俺出産すんのこれ。おお、ちょっと待って。やばい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 、これやばい。これはやばい。ちょっと待って。ああ、これ。ちょっと待って。強制終了。ああ。ガガガ。ちょっと。ちょっと待って。ですか、皆さん、これはやばいっすよ。ちょっと私からそんな離れないでもらっていいですか。あー、私から離れないでもらっていいですかって、それもう20年ぐらい聞いてないね、そんなの。だいぶ離れてったよ、みんな。あー、見つけた、ここも。あー、ちょっと、ここもです。いた、落ちる。はいはい、はい、あ、ここも見つけました。いやー、そらね、こんだけ溜めたらね、腕上がらなくなっちゃいますよ。ちょっと先生、ほんまに足がおかしい。先生、ちょっとおじいさんもいっぱいいるんですから、自分もしっかり元気に健康でいといてもらわんと、みんな困るから。これすごいわ。もうあのリンパというリンパが全部詰まってるから、涙出てんのよ。どんだけ痛いの。
たいんだかよくわかんない。あーこれやばい、あちょちょちょ、あはい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 、あほら上田先生、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますねえね、上田先生ほらここプチプチプチでなくなったから、あないね、ほら今どうですか、あ確かにすごい滑らかになったでしょ、すごい、あほら魔法だ、はい、おめでとうございます、流れました、イエーイ、拍手を持ってきてない気分がいやこれすごいわ、すごいけど半端ないですよ、あ世界一やばいリンパの拍手、上田先生が暴れすぎてめっちゃおもろい、暴れるつもりはないんですよ普段こんな暴れてました、暴れるつもりはないんですけど結構台湾でも暴れます、タイ古式マッサージでも笑われます、腰式マッサージそんな痛くないですけどね、あれストレッチが入るじゃないですか、はいはい、あれでウギャーって言うと、あーそういうことか、台湾セラピストさんがゲラゲラ笑いながらとんでもない技をかけてくるんですよ、まあ、あれプロレスごっこでしょ、台湾太鼓式って、太鼓式の先生いたら申し訳ないです絶対怒られるからねあれプロレスですよ、あーいかん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 、大仁田敦のデスマッチ、あいけちょっといかんいかんいかんやつやろこれ、はい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 、上田先生すごいですね、結局腕詰まってたら肩こりにもなるし、はい、首もしんどくなるし、脳みそに綺麗な血液いかなくなるから顔色も悪くなっちゃうし、小顔もちょっと遠のいちゃうし、あやばいですね、これも半分だったんですけどね半分、あ半分あれれれれ、あちょっと待って、はい発見、いかんいかんいかん、はい、ちょっとマキタのドリルでそこ刺さない、いてててててちょっと、はいはいはい、あ今ドライバー持ってきたあーちょっと待って、ここすごいです、腕です、あれでしょ皆先生ここすごいですね、だってやっぱこんだけむくんでるもんね、ここ全部すり鉢の棒、ここだけ老廃物の層がなんかもう80枚ぐらいある感じです、会話になってねえだろすり鉢の棒で叩くのやめてくださいって言ってたんだけど、ガン虫だもんねこれね、なんでこう淡々と、あえまだ何もしてないちょっとまだだ、いかんいかん、はいはい、いかんやつや、まだね大丈夫ですよ、ちょっと待って、いかん、まだ大丈夫ですよちあーちょっと待ってあちょっはい力抜いて、ふーああああへへほーはい発見、わすごいわ、うわもうねここすごいですよ、ケイシロウみたいだって上田先生の老廃物さんたちがもうね本当マジでご主人様何もしてくれなくってねってブーブー言ってますまさにそんな顔でねなんかブーブー言ってるごめんここだってもう、あちょっと待ってこれさ腕関節技決められてるレスラーみたいになってるねちょっとおとなしくしてくださいよ関節技でしょ、あー関節技いかん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 、あーふー123いいふー、あータップ無視やこの、あー123タオルタオルタオル投げてセコンド、あーちょっとちょっと待ってはい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 、ちょ誰もタオル投げてくれないのリングに、もうさ上田先生どこどこどこ上田先生どこえ、はい、ちょっと元に戻ってください、確かにおかしいねこれ、はいはい、はい、あー123123ここすごいわ、でもこれこれあら腕上げれんわって感じですね、ふーここってあの経絡のツボもあるんですか、いやありますけどもう、ね、経絡のツボ忘れました、あー落ちるこんだけ詰まってたらね本当にまずは1週間毎日マジで通ってほしいぐらいです、本当にこんだけ80枚ぐらい層があったら1回で1枚めくれてようやくって感じなんで、ああまあやっぱりねこれは集中でね、はい、週
1とか2とか。いや上田先生毎日ですよ。毎日週1なんてものじゃ足りない。毎日で毎日ゴミ溜まってってるんで、さぞかし良くなるでしょうけど。あ、でもほらここ痛み増しじゃないですか。はい、ほらだいぶ、ほら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 流れ出した。もう関節技決められてギブした。全然会話噛み合ってないですけど、ふーじゃなくて、うーん、いい感じです。あー、生まれました、おめでとうございます。あー、ありがとうございます。泣いてる、涙が止まらないね。はい、OK ですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。なんかすごい血流がいいいい感じですよね。なんかさっきのあれできるかもしれない、ね、じゃあ上田先生、先に腕をぐーっとまた上げてってもらっていいですか。上がる。あ、ほら、めっちゃスムーズになってる。ああ、さっきね、ここら辺でなんかね、カクカクカクってなってたんですよ。次こっちもお願いします。あ、ちゃんとくっつきますね。すごい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 、いい感じ。やっぱ肩車後遺症が良くなりました。うらせいで、じゃあ手を置いてもらってゆっくりまたぐるぐる。あ、これ楽ですね。ほら、ここでなんかビキビキビキって言ってたんですけどね。あ、ちょっとできるようになってる。おー、ジュリエットって感じよ。ロミオジュリエット。どんな感じやねん。頭あれおかしいですね。ちょっとリンパが流れたんで、あの、すごかったですね、プロレス技。いや、プロレスじゃないです。プロレスじゃないです、ね、はい、ただちょっと優しくさすってただけ。上田先生、あとこれもやってもらっていいですか。ぐーっと後ろに手組んで、あ、これで、お、あー、でもさっきよりだいぶ、さっきね、ここに亀裂が入ったんですけど、ここが硬くて肩甲骨はでもまだ触ってないのにね。だいぶいきます。おー、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。これで10年生き延びていただいて。いや、まあ、あの時は40代最後でしたってまた言われるかもしれないね。ほんまですね。ほんまですね。死ぬみたいなこと言わないで。愛先生は今は施術は、まあ、予約紹介制ということで、はい、取ってなくて、セルフケアの、ね、教室もされてるんですね、はいはい、でセルフケアの教室を受けていただいて自分でケアしてもらってですね、 YouTube 見てもらって、はい、YouTube 見ていただければいいと思います、はい、あの、一緒にコラボもしてますので、そうそうそう、ぜひですね、ぜひぜひ概要欄に貼っておきますね。愛先生の LINE とかフォローするとですね、なんかいろいろね、特典がもらえたりとか、あの、いろんなセルフケア配信されているようなんで、はいはい、僕も実はフォローしてます。ありがとうございます。はい、一応ちょっとやってきたんですけどね。あ、本当ですか。ボロボロして。でもうちょっとやってもらっていいですか。はい、はい、すいません、はい、ということで他にもセルフケアの動画ですが、施術の動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今でもちょっとポカポカしてるんじゃないですか。ちょっとポカポカしてるですよね。なんか羽ばたいて、でもあの関節技すごかったです。関節技じゃないですから。肩甲骨腕剥がしの関節は、いや、ちょっと本当にちょっとさすってリンパ流しただけなんで。本当ですか。完全になんかコーナーでプロレス技な。いや、もうあんな本当に私力1ぐらいですよ。 1? あの10だっても死にますわ、そんなもんね。罰ゲームですよ。本当毎日来てほしいぐらいです。近かったら行くんですけど、ね、横浜と神戸は同じ元町ありますけど。そうなんですよ。ちょっとやや遠いんで。Yeah, it's good.